日田市では国道に架かる橋が先月の大雨で被災したため、2学期が始まった今日から臨時のスクールバスの運行が始まりました。国道386号の三郎丸橋は先月の大雨の影響で橋脚が傾き、現在も通行止めとなっています。対象となった照岡小学校と三熊中学校の児童と生徒合わせて44人は、通学路が迂回路になり車の通行量が増えました。そこで日田市が子どもたちの安全を確保するためスクールバスの運行を決めました。初日となった今日は31人の子どもたちがバスを利用しました。通学する子どもたちの安全確保というのが一番重要かなと思っております、子どもが安全に行けるので助かります。日田市は三郎丸橋の通行止めが解除されるまでバスを運行する予定です。